ムワークが全然なってない。めぐみ、本当に大丈夫なのかよ。受血に挑むどころか、これじゃ揃って退学に。まあ、なんとかなるだろう。休憩のんきかよ。みんな、お疲れ様。今日はそろそろ店じまいとしよう。え、もうやめちゃうの？山の手エリアがにぎわうのはこれからなんだし、もう少し頑張っても。僕たちの一番のですよ。私は食べません。味見にはうっかり協力したけど、君の料理なんて認めていませんから。あら、エリナ、美味しいわよ。この肉だね。黒胡椒とごま油の香ばしさも効いてるな。こういう中華の調味料ってのも要は香辛料だしな。選抜のカレー勝負で学んだことが役立ったわ。あ、肉味にも協力してもらったんだ。中華ならではの調味料はまだまだあるだろう。オイスター、あの時はサンキューな。肉味、いやー、急に手を握ってくんな。いやいや、なんで俺を呼ばないんだ。兄ちゃん、直接言えば。へえ、これが初日の売上ランキングの小林林道先輩と A 山先輩の名前がねえな。参加してねえのかな。で、ナキリスの一人は2位だったんだ。マジすげえのな。顔出すから食わせてくれよ。食べたかったらマツチケットのように売り上げ比べをしているわけではないのよ。一心に自分の料理を追求している生徒も大勢いるわ。ああ、いろいろあんのな。とにかく、別エリアのことを気にしている場合じゃないでしょ。中てくれー。情けねえな、泣くんじゃねえよ。待ってろ、今行く。兄ちゃん、僕たちも明日のミーティング始めないと。みんな待ってるよ。ああ、そうだな。じゃあ私たちも作戦会議よ。うーす。だどころ、俺らも明日の仕込みすっか。うん。よいしょ。あれ、肉だね。もっとたくさん余ってると思ったけど、さっきの夜食で。相馬くん、今のは。ああ、だどころ、明日以降のことで相談があるんだけど、いいか。新規戦時一緒に行こう。まさかホストクラブ風。でもお客様のニーズをつかみまくってるわね。今日ベスト5入りあるかも。すごい凝縮したキャンディーよ。そんなのにカレーが合うかよ。確かになんだな、この味。この臭さがたまんねえ。5パックくれ、トツコ。私の暗黒紐の紹介、今日も豆の白子って感じだな。あ、そうなんですよ。美味しいでしょ。オオスズメバチの幼虫。ガッサさん、あがとな。さて次は、この行列、クガントコ君。